日今日の日直は渋谷渚です。10月1日土曜日、アホアホなぎちゃんの一般常識チャレンジ。あ、どうもよ。滋賀県の県庁所在地は。調子悪いからな今日な、うん、はい、どうぞ。琵琶湖。NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組。今日帰るかも調子悪いんやったら。でそのあのケイチもあってんか、その体調がちょっと優れないんですよ。そうですね、全然帰れるねんから体調悪いんですって帰ってもらっても大丈夫やで。高熱やろ絶好調です。絶好調ですか、はい、大丈夫なんか、はい、琵琶湖なわけないやんかないやん土地が。じゃあもう何も想像つかなかった。え、大阪は分かる。で県庁所在地って分かってる。マジで？マジか？マジのやつやな。もうみんなが引いてる、うん、小学校社会やでこれは、はい、うん、大阪の県庁所在地は大阪府の県庁所在地、うん、県庁所在地、うん、県が管理してる場所です。うんうんうん、そういうことでもないんだけどもうこれはダメですね。大阪は大阪市やん、はい、大阪市、大阪だから大阪、うん、そういうこと。あ、代表みたいな、代表みたいなやつね。いや、滋賀は滋賀じゃないねん。問題にせえ。滋賀は滋賀じゃないな、うん、え、で京都やったら京都とか、うんうん、和歌山やったら和歌山とか。そうか、京都聞いてくれたらよかったのにってなるもんな。うんそうなん、それ言ってる、今の俺が言ってることもあんま分かってないだから社会利用でのなんか四国、はい、四国やったらもうちょっと難しいとか。近畿、近畿、近畿、魚、魚言ってる煮付けのこと広なったらあかんからもうもうこれはもう出身の、はい、ケイチはもう、はい、教えてもらう。絶対知ってる。大がつく大、最初に最初の文字は大、大分、うん、九州や県やんか、それ大まであってる、大まであってる。滋賀の中じゃないと大2個まであってる。大津、あ、うん、あ、大津市、うん、正解正解。帰ろう今日もうあったまったってなってるから今日帰らないか夢のような時間でした。551の豚まん夢のような時間ボーッとしてるからね、それただボーッとしてるだけではお昼休みです。日直のなぎちゃんお願いします。はい、それでは行きましょう。告白できます今なら。僕は NMB48 のニューシングル僕はいないのカップリング今ならば、この曲にちなんで今だから言える内緒の話やあの時は言えなかった秘めた思いなど今ならばな告白エピソードをご紹介していくコーナーで、今回もお便りをたくさんいただいています。ご紹介していきましょう。お願いします。はい、大阪市にお住まいのラジオネームロンリネス小林さんからです。ありがとうございま す, いま す, いますケッチ、大林さん、西森さん、ゴリラゴリラこんばんは。まあ、誰がゴリラゴリラ泣きちゃったゴリラゴリラって初めて言われたんですゴリラやばい誰この人ゴリラゴリラってロンリネス小林さん、ゴリラゴリラ僕ありがとうございますゴリラやばい僕の告白は、女性と喋るとき、どうしても顔の可愛さによってテンションが変わってしまっているということです。はいはい、女友達でも可愛い子と喋るときは生き生きしています、うんうん。そうでないブスと喋るときは、露骨に嫌な顔は絶対にしていませんが、うん、心の中では眉間にしわを寄せています、はい。あかんこととは思っています、はい。僕の周りのブスの皆さん、本当にすみません。この人は笑う。悪い、ゴリラゴリラやからだからナギちゃんのことはちょっと嫌なのかな。なんだこの人、面白い。ゴリラゴリラ変な人。でもゴリラゴリラはどう思ってるゴリラゴリラじゃないです。ゴリラゴリラって呼ぶことにしようかな。しゃあないな、めんどくさいけどゴリラゴリラごめんな、もうそう呼ぶことに。でも昔お兄ちゃんのことずっと豚ゴリラって言ってて、そのほらそれや、うん、帰ってきたやん、ほら上に唾入ってる、上に唾入ってるお母さんが言ってた通りや、うん、でもゴリラゴリラやから、うん、え、1個ゴリラいらんやんってなる。ゴリラでも気がつくのに。いやー、この人ダメですね。こんな人ダメ、ダメです。学術名みたいなのこんなんじゃなかった。ゴリラの、ゴリラの本当の名前みたいな、ゴリラゴリラみたいな、確かそんなやったはず。ですよね。学
ほんで学術名で呼ばれてるってことだね、うん、いいこと正しい名前、あの動物園とか行ったらな、はい、ゴリラって書いてて写真貼ったらゴリラの話いいですよ。学術名、その学術名でも学術名的にはゴリラゴリラみたいな、どっちでもいいです。ゴリラかゴリラ目のゴリラ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 の、いやそんなことよりもこの人のナギちゃんや、名前メスゴリラやからナギちゃんなぎちゃんって係呼ぶけど、どこがやねんってよあれ思うもんな、あれどこがやねんってなるもん、ごっついの出てきて黒のツヤツヤのやつが出てきて、うん、ゴリラならめっちゃ可愛いね、全然花ちゃんじゃないやんっていう、もうこの人の内容聞きましょう、え何がやねんな、どうしたの、分からへんね、ブスのブスなんやろ、もうしゃーない、はい、しゃーないとしか言いようがないもん、ね、こうなってるからもうケイチにはニコニコしてニコニコして喋るけど、うん、ゴリラゴリラにはもうああとかいう感じで喋ってくるね。ほんまこの人の顔見たいですね。こんなこと言うなら、まあ、うね、確かにあなたの顔がどうなってるのかっていうのは、うん、まあそれ一つあるけども、うん、まあでも関係ないんちゃう、そこはもう仕方ないもん、だって自分はもうのことさておきの世界やから、これは、うん、もうなるよ、でもこれね、そら多少はなるよ、誰でも、その小林ゴリラは本名は多分な、はい、ロンリネス小林やから、あと下の名前を入手して、ね、ゴリラ小林、ゴリラ小林見つかるんちゃいます、なんかその SNS で何とかしたら見つかりそう、何か、うん、探したらな、さっきあれせなあかんね、でもあのプロフィール編集してゴリラゴリラさっきせなあかんね、か 一番初めにフォローしてくると思うから、いやもう吉本英が怒りますから、まず、あーそれ、はい、いや関係ないやん、はい、もうその罰ゲームもあれにしたらいい、1日だけゴリラゴリラにしてさんで、アカウントもゴリラにして、お前やゴリラゴリラ、写真どうするんですか、のアカウントの上 の, あのでっかい方のもゴリラにして、そうだね、全部ゴリラ、うん、でなでゴリラ、ライブしますとかの写真もなんかゴリラの写真、そうだね、1日だけや、ほとんどなんかウホ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 しかつぶやいたかんね、いやですウホウホとかドン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 とか、あの一日だけドラミングやってるやつとか、もうそんなだけやってゴリラついてしまう、罰ゲームやからな、いやいやもう昼ぐらいにドン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 ってなったらこのご飯食べ終わったんかなみたいな、この人のせいでこんなことになった、もう今日帰ろうかな、今日体調もあるし、体調悪いしな、体調も悪いし、体調も悪いし、帰るかな、もうなごめんなほんまに、ゴリラなんてな、そんなかけ離れたこと言われへんもんな普通本当ですよ、もうちょっと似てるやつ言えよってなるもんな、そりゃそうやな、以上ですか、もう一つ、はいはいはい、長崎県にお住まいのラジオネームケイチより西森推しさんからいただきました、ありがとうございます、ヨウちゃん、ケンちゃん、ナギちゃん、ジョニケイさん、こんばんは、こんばんは、よしよし、よしよしよしな、フルネームさん、告白しますのコーナーに投稿します、はい、僕が中学校の時の話です。給食の時にマヨネーズが出ていたので残していると、うん、向かいに座っている女子が、さすがスポーツマンやね、食べ物にまで徹底して意識高くてかっこいいと褒めてもらった時に、うん、少しかっこつけてまあなと言ってしまいました、うん、でも本当は単にマヨネーズが嫌いで残していただけでした、かっこつけてすいませんでした、うん、なるほど、マヨネーズ嫌いってなかなかやね、美味しいのに、no、何にかけてもいい、マヨネーズあかんっていう人俺今まで出会ったことないわ、まあ何かでトラウマになったんやろ、だから、うん、も全部それね、コンビとかもマヨネーズはなしで、なかなか珍しいね、そうなってくると、でもゴリラゴリラはやっぱりマヨネーズ嫌いな男子とかどう、ケイチさん言われてます、君や君や君やね、ゴリラゴリラケイチじゃないマヨネーズなんかあのあれかけようと思っても握った瞬間に蓋ポーン飛んでいくんじゃん、握力すごすぎて、握力がな、ほんまや、すんごいから、またやってなるんじゃん、いやここのどん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 またやってもうたよって胸どん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 して、もう3対1やった私ゴリラやから、もうしゃあないゴリラ、今日は今日もしゃあないゴリラ、こんなお便り今どうでもええもん、そのゴリラゴリラどう広げようかしら、次ゴリラって言ったら私も帰ります、強行手段やな、ほんまに次誰が
が私のことをゴリラゴリラと呼んだならば呼んだならば急にゴリゴリやったよ。ゴリゴリやったらギリセーフ。ダメです。ニックネームニックネームゴリゴリも嫌。ゴリゴリのもうほんとゴリゴリのなんとかみたいな、ゴリゴリのゴリゴリやなっていう時はややこしいけどな。はい、ゴリゴリもうゴリゴリって言うもんな。だって言わないです。言葉としてゴリゴリやなみたいな。最近ゴリゴリ聞いたことないです。そうですか、はい、そうか、まあ、もうおっさん世代の言葉なんかな。もうそうなんか、まあ、古いかな、はい、ちょっと若干もう帰ります。車用意しといてください。もうすぐ帰るやん。運転して帰るの。すぐ帰ろうとするやん。もうちょっとも待ちたくないから、はい、本当にもう笑けるけどな。次誰かが言ってバーンってダーッと帰っていったらほんまやで。バリンバリン言うなね、ガラスとかほとんどのドアセキュリティもう突き破ります。はい、クリアせんと。この机も壊してる。帰る。すごい怪力やし、それは。はい。分からん、もうそのマヨネーズが嫌いやいう話だ。ああ、そうか、はい。珍しいですね。珍しいですさ。すごい珍しいです。珍しいですね。はい。ね、はい、うん。以上でございます。はい。はい、ということで今回の告白できます。今ならばいかがだったでしょうか。来週も今だから言える内緒の話やあの時は言えなかった秘めた思いなど告白エピソードを募集しています。ぜひお便りに書いて送ってきてください。ではここで一曲、先月リリースとなった NMB48 のニューシングル「僕はいない」のカップリングでミルキーさんのソロナンバーを、 NMB48 渡辺美由紀で「夢の名残」。NMB48 学園の木内課題。さあこのコーナーでは NMB48 の二人に毎回何かの対決をしてもらいます、はい、勝敗を決めるのは僕たちモンスターエンジンです、はい、この対決の様子はこの番組の携帯サイト、スマートフォンサイトでも見ることができますので、そちらもぜひチェックしてください、はい、10敗したら罰ゲームで、ケイチが7敗、ナギちゃん7敗でしたね。はい、はい、同点です。いいペースで、はい、すごい速いペースで進んでますから。ナギちゃん大丈夫？もうあと3敗したらもうさっきのツイッターの話になるけど。さっきのって何ですか？いや、まあ、言ったらもうナギちゃん帰ってしまうから。どんなことですか？いや、まあ覚えてるのは覚えてると思う。どんだけ調子が悪いからってそんな先うわー言うてた話のこと忘れてるとかあるよさ。でもちょっと言ってしまうと帰りますって言って帰れるから、まあ、お互い2人とも頑張ってください、はい、今日のお題です。定番セリフ対決、男の子が女の子に言ってほしい定番のセリフをどれだけいい感じで言えるかで対決です。はい、今日のセリフ、セリフはですね、もう二人しかいないんだからちゃんと掃除してよですね。はい、もう二人しかいないんだからちゃんと掃除してよ。ああ、学校ってことね。はい、放課後の、はいはい、教室ですね、はいはいはい、こちらのセリフをどれだけいい感じで言えるかで対決です。はい、いいですか？はい、わかりました。ではもう早速いきましょう。今日はナギちゃんからです。いきましょう、お願いします。キュッ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 、スタ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 、もう二人しかいへんねんからちゃんと掃除してよ。スタスタスタ、キュッキュッキュッ。さっき言ったの、掃除しだしたんです。キュッキュッキュッ。シンプルやな。何の動きだけを全員何か拭いてて近づいていって窓拭いて、掃除してなかった、うん、掃除してよって言って。そうですね、シンプルでキュッキュッキュッとスタスタだけを足したって感じですよね。そうですか、はい、はいはい、さあでは続きまして高校ケイチいきましょう、はい、お願いします。もう2人しか言いへんねんからちゃんと掃除してよ。ずっと携帯触ってさ、せっかく2人だけやんねんから掃除しながらいっぱい話したりもしてみたかったのに。いいですね、はい、いいですね。今回はいい対決でいい対決で迷ってます。今度は前回はそう、これはなかなか上の方の難しいですね。うわどうしようかな、難しい。めっちゃキワキワやで、これは。はい、難しい。参りました、はい、では参りましょう。ドラムロールお願いします。
ケイチ。なぎちゃん。割れた。すごい戦い。88ですか？え、じゃあ8対8。うわー。いやーまあ、なぎちゃんでもよかったっていうぐらいこれは。うん。前回の意見を、はい、近年まれに見るって要審査員が言うてるやつ、すごい接戦でしたね。接戦でしたね。審査委員長がよう言うてるやん。本当今年も近年まれに見る大接戦で、非常に私たちも悩みましたけどもみたいな、あれぐらいの、うん、大接戦で8対8、はい、すっごいペースで来てるよ。珍しいねこれ8対8。来週は絶対に罰ゲームになるってことで。いやそんなことないですよ。生放送で1個しか撮ってるのにそんな急に2個なったりしてないですからね。ほぼ生放送の テイストを醸し出しつつ。なんでお前はそれを守ろう。醸し出しつつの醸し出しつつっていう、ね、そのじゃあ生放送ってちゃんと言い切れへん。テイストを限りなく極限までね、ゴリゴリに。あ、言ってる。危ない危ない危ない。すみません、帰ります。やってられますか。こんなゴリゴリに収録なんて言ったらあかんで。今のはゴリゴリは違う使い方。ゴリゴリは全然違う使い方。もともとのゴリゴリの使い方。というわけで8対8になりましたからね、はい、来週どうなるのでしょうか。お互い頑張ってください。というわけで、はい、NMB48 学園抜き打ち課題でした。どうもモンスターエンジン西森です。こちら NMB48 学園モンスターエンジン組はこの春からワイド FM でも聞けるよ。933クサッサと覚えよう。クサッサクサッサ、クビさんでもいいよ。クビさんクサッサクサッサ。これは同じセリフをわざわざ取り直したものです。さあということで下校の時間となりました、今日の授業はいかがだったでしょうか。はい。どうでしたか。もう盛りだくさんやったわ。盛りだくさん。次から、うん、はい、ちょっとなんかこんな感じになるんなら、私は最初まず来るのは来ます。来るのは来るの、他のベースに、はいはい、このここに一応座るのは座るんですけど、はいはいはい、始まってちょっと皆さんの様子を伺ってから、見てからこれ今日はいけるなと思ったら喋り出します。めっちゃおもろいやん。喋り出す瞬間に、あ、いけると思ったんやって思われる。逆に言うたらもし今日は無理やなと思ったらすぐ帰る、うん、その喋らずに、あ、はい、こいつら今日はなるほどね、今日はなんか気温になってなったら、あ、なんか怪しいな、はい、でも喋らずに似たネタしてたらダメなんやな。はい、なるほどなるほど。もうすぐ帰る。それはなんか、まあ、一人おらんことになってるからどういう風に理由付けするの、はい、毎回毎回その体調不良体調不良では映画原稿いつほんまあかんなってなって、じゃあさようならレギュラーさようならってなって、いやもうこんな感じならもう私はやめさせていただきます。えげつない覚悟や。えげつない覚悟やね。ええやん別に。もうええやん、名前変えたらええやん。もう強烈な覚悟で挑んでくるな。いやもっとなんか可愛い、うん、なんかキャンディキャンディとかそんな感じなら。確かに連呼するやつあれぐらいしかないもんな。もう連呼はもうありきないな。キャンディキャンディ言うのな。キャンディキャンディ、うん、キャンディキャンディちゃんとかな。か 交互にする、キャンディキャンディとそのそれと交代交代で言う。俺ら一応守ってるって言ったら変えるっていうのが変えるからな。そうと一応守ってるよそこは、うん、キャンディキャンディちゃんやったらいいの、うん、そういうのとかなら別にまだ、いや違いますよでいきますけど、うん、そうか、はい、面白くないやん。でもキャンディキャンディちゃんはいやいや、ゴリラゴリラが全然面白くないですよ。一番キャンディキャンディなんか言うたら、は、何言ってんのこいつだ、うん、どういう意味なんてなれへん。ちゃんと突っ込んでくれない俺らが、なんかそのなんて滑ってるみたいな感じになるやん。そうやね、キャンディちゃんはどうな、いやちゃいますよ何言ってるんですかぐらいやったら聞いてる人が、え何今の何やったんなるから。いやそれなら別にナギちゃんでいいです。そうか、はい、間ぐらいでパンダパンダでいいんじゃん。だいぶゴリラに寄ってかわいいやん。かわいいゴリラに寄ってだいぶかわいいゴリラにだいぶ寄ってる。キャンディーとゴリラの間がパンダもなんかよく考えたらめっちゃでかいじゃないですか、うん、でかいでかいでかい、力も強いしな、はい、うん、もっとなんかかわいい。でもかわいい言うてんでみんな、うん、パンダかわいいって言うよ。そうやで、うん、
動物やめんやめてほしい。それがもう嫌やったの。果物縛りな。果物縛りか、ビワビワとかええのビワビワでいい。ビワビワってぽいぽい。でもうめんどくさいからみんなビワって言う。ビヤビヤビヤもう全然元気ないビーヤン。まあビーヤンならまだまだまあ意味が分からんからな。はい、残うん、でもビーヤン微妙。そうか。いや本当に。発作とかも発作発作とか。発作発作。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 いや本当次週こんな感じなの、うん、本当。募集したいなじゃ。募集したいやん。募集。あの聞いてる人にその果物とかでどんなのがいいですかって言って。はい。でそれにします言って一番は果物をやったら許せれるってことやろ。はい、そうですね、うん、もうそのこのラジオではもうそうとしか呼びません言っても、はい、塩での呼び方、はい、まあだからあ 負けたらそうしたいね、うん、いいですね。あれ負けてラジオ、うん、ラジオちゃうわ、対決で負けたら、はい、そっから次の対決負けるまではずっとその呼び方で呼ばれる。俺らはもう操作するで。じゃあもうずっとそう呼びたいからギリギリまでギリギリまでなんかこう交互にうまいこと一番時間がかかるような。じゃあまあ、はい、それはいいとして、じゃあその名前の候補は私が決めます。あどれにするかは。それはダメです。罰ゲームにならない。ドーンってこのいやだからまあ私帰らせてもらいますみたいな感じでもうそういう、そうやね、ので来るんやったらもう私も考えさせてもらいますみたいな感じやったら、なんかこっちも気使って精神もなんかすり減りながらラジオせなあかんから、もうなんか面白いことも振られへんくなってくると思う。そうくじ引きやな。でもそれは今日のちょっとラジオ聞き返してみてください。うん、めっちゃ笑うと思う。たまに聞くもん、自分のやつ。たまに聞くときはやっぱこういうときの方がやっぱ面白いもん。なるほどね。うん、くじ引きしようが、負けた人がくじ引きで、うん、リスナーからのやつのなんとかなんとか連呼でそれ絶対一応ね、果物とか、まあ、連呼じゃなくてもいいですけどね。なんでもなんでもいいです。なんでもいいですでも。なんでもよくないですよ。だから今回は、はい、まあまあまあ、今回の収録がそうなったっていうだけであって、はい、まあ、来週どうなるかわからんし、そんななんかいやもうほんまあんたらがそれ耐えてやったらみたいなそうね、避けてもらった方が、はい、ケイチも後輩がこんなん言うてて気使うと思うで。いやいや、なんだすぐ帰るよ。あんたやめやみたいな。一番しっくりきますけどね、うん、ゴリラゴリラが。ハキリさん、パイセンが言うから、もう帰りも、今日もやって、もう終わりや思って言うたら、もう終わりやから、うわ、ゴリラゴリラ、もう帰ってもええ時間やから、嫌だなやん。嫌だな言われてるから、もうしゃしゃないよ。今日はもう全員絶不調です。全員で俺らも入れられた。最後が、というわけで最後にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業やってほしいといったご意見など何でも OK です。告白できます今ならばへのお便りもお待ちしています。宛先はe メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで。さようなら。